先行のナイトレードは A-1 ピクチャーズ制作の日本のテレビアニメ。テレビ東京とアニプレックスによるオリジナルアニメプロジェクトアニメの力の第2弾作品である。2009年8月28日、オリジナルアニメプロジェクトアニメの力の作品として制作が発表され、同年12月に公式サイトが開設された。空の音に続く第2弾作品。 2010年4月から同年6月まで、テレビ、東京系列機関3局で放送。アニメの力枠の作品では本作のみ、BS ジャパンでも放送された。また、空の音と同様に琵琶湖放送が遅れネットとなった。他の、アニメの力2作品と同様、音楽や、ラジオなどとのメディアミックスが試みられたが、3作品の中では、 唯一漫画家が行われていない作品となっている。作品はテレビ放映された本編全12話と特別編の予言を含む計13話。ブルーレイおよび DVD ではテレビ放映文に未放映のエピソードを含めた計16話から構成される。2010年5月10日、第7話、次編のテレビ放映は行わず、代わって特別編、予言を放送することを発表。 第7話は、バンダイチャンネルの協力のもと、公式ウェブサイト上で、ストリーミング配信となった。なお制作はされたが、諸事情により放映を見送ったとのこと。放送終了前より、テレビ未放映エピソードが、ブルーレイ DVD に収録されることが発表され、放送終了後には、第14話の制作進行が明かされた。当該エピソードは、ブルーレイ DVD の 第7巻に収録された。公式ウェブサイト上では、金谷俊一郎による実際の歴史に関する解説コラム、歴史の扉が掲載された。1931年の中国、上海及び上海疎開では、日本陸軍の特務機関、桜井機関が特殊能力者を要して暗躍し、数々の事件の裏で糸を引いていた。そんな中、 関東軍から離脱した部隊の指揮官が桜井機関と接触し、その指揮官が行方不明になっていた雪菜の兄、高千穂伊であることが発覚する。高千穂はアジア諸国の独立運動家と連携し、列強諸国に対して不穏な動きを見せていた。高千穂は部下の癖を使い雪菜や葵を仲間に引き込もうとするが、拒否され、 桜井機関は高千穂たちの行動を調査するようになる。1932年に満州国が建国されると、桜井機関は満州に活動拠点を移し、引き続き高千穂たちの監視を行う。高千穂は拉致した立ン調査団や雪きに特殊能力を使い、新型爆弾の原影を見せて自身のもくろみを披露する。同じ頃、葵とクズは、 海儡失声の愛深格ら不義と日本の預言者の警護を命じられるが、葵は、その預言者が死んだはずの婚約者、ユザ正音だと知り、命令を放棄して、正音と共に脱走するが、正音は葵に迷惑をかけることを避けるため一人、その場を立ち去る。さらに、高千穂の逮捕を試みた際に、高千穂の理想に賛同したクズが、桜井機関を離脱する。高千穂は、 一ノ瀬と共に、新型爆弾の製造を急ぎ、アジア諸国の独立のために、新型爆弾を上海疎開に投下することをクズに告げる。そこに、青いたちが強襲するが、内通者の桜井慎一郎から情報を得ていた、高千穂は逃亡する。関東軍は、不満を募らせる不義をなだめるために、皇帝即位の前倒しを決定し、大規模な即位式典を挙行する。そこに、 高千穂の部隊が現れ、アジア諸国の独立を要求し、上海疎開に新型爆弾を投下することを宣言する。高千穂は未来を知るために西音を連れて地下に向かい、葵たちは離脱したクズを引き戻して、高千穂を止めようとするが、高千穂の部隊との戦闘で、夏目が命を落とす。高千穂は、新型爆弾を日本陸軍の管轄に置こうとする桜井の 裏切りによって射殺される。青とクズは新型爆弾の投下を阻止するため爆撃機に乗り込み、雪菜は静音と協力して、式典出席者に新型爆弾の幻影を見せて、戦争の阻止を訴える。雪菜の行動を知った桜井はそれを止めようとするが、部下の一死に裏切られ記憶を消され、静音も予言者の宿命を終わらせるため一死に依頼して記憶を消す。 葵とクズは爆撃機の新型爆弾を特殊能力で地球圏外に飛ばし投下を阻止するが爆撃機は防空隊の攻撃を受けて墜落する。クズは無事に助かるが葵は行方不明となる。1936年桜井機関の解体に伴い日本に帰国したクズのもとに過去の蘇生を知る憲兵隊の平塚が接触し、 士官学校の同期たちが反乱を計画していると告げられ、証拠を探すように強要される。クズは、かつての同期、村沢と接触し、彼らが日本の将来を憂慮し、反乱を計画していることを確信する。クズは、偽の情報を平塚に伝えて、反乱を手助けしたため殺されそうになるが、事情を知って駆けつけた青いと雪菜に助けられる。 クズは葵たちと別れ反乱部隊に合流して2.26事件に加わるが、事件後の消息は不明となった。葵も雪菜と別れ、桜井機関のメンバーはそれぞれ別の道を歩んでいく。桜井新一郎によって集められた、情報や工作を任務としたスパイ集団。メンバーは以下の4人で、それぞれが特殊な能力を持つ。 ちなみに4人の名前は職務上の偽名であり、それぞれ花の名が冠されている。メンバーの4人は桜井の手引きにより、上海への渡航中、右翼曲折の末知り合い、桜井の指示のもと一つのチームとなった。以降、任務がない限りの彼らは、上海で正体を隠しながら、日常的な生活を送っている大営み、隠れ身のとしている。満州国建国語は、活動を、 同国内に移す。本作は超能力を持ったスパイたちの活躍を描いたサスペンスアクションとなっている。タイトルのナイトレードはスパイをイメージした造語で野獣の意味であり、先行は超能力をイメージして観されたという。ちなみに野獣は本作第12話のエピソードタイトルとしても使用された。世界観は実際の歴史をモチーフとしており、作中では 第二次世界大戦前の大日本帝国、中華民国の上海、東北部などを舞台として描かれている。この他、テレビ未放映エピソードでは2.26事件前夜の東京府東京市が舞台として登場する。なお、エンディング後は、毎回、本作が歴史上の出来事をモチーフにしたフィクションであること、登場人物がこの作品のために創作したキャラクターであること、 時代の歴史的事実、またはその出来事に対する、新しい解釈への試みではないことといった旨の断りのテロップが挿入される。戦術の世界観や、舞台描写により、セリフは多言語設定となっており、該当部分には日本語字幕が挿入されている。なお、それらのシーンに関して、ブルーレイや DVD では視聴設定により、日本語吹き替え版の選択が可能となっている。 そのため、キャスト陣は、それぞれの言語の指導を受けた上でアフレコを行う。そのため、アフレコ時は、セリフでの苦労は絶えず、三吉葵役の吉野博之、炎樹幸奈役の生田吉子、以下、クズ役の並川大輔によれば、中国語の繊細な発音に特に苦戦したという。また、風乱役の藤田咲きは、レコーディング後、日本語の発音があやふやになったとも言う。 プロジェクト発表当時は第3弾作品であったが初版の事情により世紀末オカルト学院と順番が入れ替わった。そのため空の音の放送終了時次回作として本作品が紹介されながらも第1話は未完成という状況であった。そのため空の音との合同特別番組アニメの力の舞台裏の放送中も制作が行われていた。そうした 制作事情から空の音放送終了後から放送されたアニメの力の予告 CM に回せるアニメのカットが足りず第1話の放送まで大体として急ピッチで制作を進めるスタッフの会議や作業の模様が使用された。制作スケジュールの変更を経て放送開始予定日まで1週間を切ったところで第1話の完成にこぎつけて放送開始に至った。 1> 第1巻では、テレビ未放映エピソード第0話、戦場のクランクアップや第1話、救出業のディレクターズカット版。第4巻では、未放映エピソード、アヘンクスの悪魔。第7巻では、未放映の、第14話、雪上の表をそれぞれ収録。発売元は、アニプレックス。アニチカラジオ先行のナイトレディオと題し、アニ、小村ジオ藤原でいいかなないの箱番組枠。 アニチカラジオにて配信。本作キャストも同番組のゲストパーソナリティとして出演した。2010年3月24日、配信文。藤田咲希2010年4月28日配信文。生田義子2010年5月26日配信文。吉野博之。ありがとうございます。